合格実績水増し問題生徒側からこれ攻撃が出ています。塾って何の法律もない、受験始まる直前6ヶ月生のうち3ヶ月以上在籍する条件がいるんで、勝手に出席したことになって生徒のカウントしたらいけない。どこにも漏れてない衝撃の事実を言うことだけ。友達を連れてこい。どうぞ、始まりました。もちゃチャンネルです。さあ、今回ですね、塾業界のご意見、ひろさんにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい、今回なんですけど、はい、まあ、ちょっと白黒つけなきゃいけないよ、これには。っていうね。来てるんだ。はい。なんですけど、やっぱり、合格実績、水増し問題。今年もやってきましたね。やってきましたね、はい。過去1位を達成とかですね、過去最高だとか、いろいろやって。てるところも多いですし、まあいつものことながらギュイーンっつってこう、ね、グラフがギュイーンっつって伸びてるのあったりするんですけど、ありますね。実際のところ教えてもらっちゃおうかなと思います。わかりました、はい、まず合格実績を語る前に知っておかなければいけない予備知識ってのがあるんですよ。公益社団法人日本学習塾協会っていうのがあるんですね。おいおい、ここが塾を守ってくれてるんですよ。ほう、ありとあらゆる塾、はいはいはい、そこに加盟するにはお金がいるんですけど、はい、加盟してなくてもその恩恵には預かっていて、なぜかっていうと、いまだに国会議員の中には学校至上主義みたいな人がいて、塾があるから良くないんだとかっていう人っていまだにいるんですよね、で、学校とかだと例えばこれぐらいの敷地面積に対して窓ガラスが何枚いるとか、トイレを何個つけなきゃいけないとか学校の法律で敷かれてるんですよ、はいはい、ところが塾って何の法律もないですよね。で、そうすると、みんなが、ひっちゃかめっちゃかに塾を始めちゃうんですよね。はいはいはい、始めて、何でもありの状態になってしまうと。これではまずくないかと。目をつけられると困るから、全国学習塾協会ってところを作って、そこに加盟する、しない、いずれにしても、ここが経済産業省とかと手を組みながら一緒にやってってるわけですね。おいおいおい、だから、入ってようが入ってなかろうが、恩恵は必ず受けてるんです。窓ガラスがない教室を開いて、そこで勝手に授業やっても、学校はダメだけど。塾は OK になってるのは守られてるからなんですよ。なるほど、まずこの知識をつけた上で、守られてんのに水増ししちゃう塾があるわけですね。なるほど。協会が定めた数の出し方、算出方法で合格実績っていうのは出さなきゃいけないわけですね。基本的にはそうなんです、で、じゃあルールを守らなかったら罰則はあんのかって、罰則がないんです。なるほど。これはあくまでも努力義務であって、はい、絶対に強制ではないんです、でもじゃあ強制じゃないんだって言ってみんなが好き勝手やりたい放題やったら、塾はそのうち国に目つけられて、規制が入ったり自由にできないことが増えたりするわけなんで、加盟しててもしてなくてもルールは守りましょうよっていうのが、まあ暗黙の了解というか、そうしてほしいなっていうのが協会の言い分でもあるんです。ただそれでも加盟してても合格実績を水増ししてる塾はあるし、加盟してなくても水増ししてる塾はあるんです、なんでここがやっぱ難しいところなんですけど、まずは水増しの方法1。お、来ました、水増しの方法1。はい、1、夏季講習とか冬季講習だけを受けに来た生徒を合格にカウントしてしまう。これはダメって言われてます、そんなのは塾生とは呼ばないと。学校がない間にお勉強をしに塾に来ただけでしょ、という扱いなんで、生徒ではありますよ、心理的にはね、でも学習塾協会のルールからすると生徒とカウントしてはいけない。なるほど。だから講習を受けただけの生徒は計上しちゃいけませんよっていう風になってるんですね。なるほど。まあ、ところがですね、ここちょっと P 入れてくださいね、まあ、っていう塾があるんですけど、あそこは春季講習、夏季講習、冬季講習だけを受けた生徒に電話をして、久しぶり、どうだった受験、わかりました、あ、そうなんだ、おめでとう、どうかったの、日比谷高校です、あ、そうなんだ、おめでとうねっつって、もう東大大目指して頑張ってね、ガチャ、日比谷高校1プラスみたいな、こういう感じです。やっぱりそういう風にしてるんですね、って言って難関高校とかね、を水増しするっていう方法があります。なるほど、はい、あと2つ目、在籍してるつもりがない生徒が在籍しているほうっていうパターンですね。なるほど。いわゆる超進学校に行くと予備校がタダになるんですよね。そうですね、 P 大 P 進とかね、そう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 、 P 大 P 進とかそうで、本人入った記憶ほぼない、ゼロ、なのに塾生カウントされていて、授業も受けに行ってないのにもかかわらず、いや塾生なんで高校1年生がいましたよって言って計上してしまう。はあ、そう、
という方法ですね、はい。まあ、これはある意味学習塾協会の穴をついてきた作戦ではありますよね。ただ学習塾協会は受験が始まる直前6ヶ月前のうち3ヶ月以上在籍するっていう条件がいるんで、まあ PJPC はまあクリアできてると思うんですけど、はい、プラス30時間以上の勉強時間、はいはい、学習ってのを義務付けてるんですね、はい、こっちがちょっと怪しいんですよ。そうですね、これやってないで実績に入ってるっていう。そうそうそう、授業受けてません、自習室行ってません、質問やってません。本人はもちろん勉強しますよ、うん、ただ家とかスタバとか、うんうん、図書館とかそういうところで勉強してる分にはいいですけど、校舎に行って自習をしてるわけではない。だから30時間の勉強時間を確保してない、そもそも授業を見てないのに登録だけされていて、さらに言うんであれば勝手に出席したことになってるみたいな。なるほどなるほど。名前のとこクリックすれば出席になりますから、出席扱いにしていると。はあ、そういうことなんですね。まあそうですね、これは大学受験の話ですね、うん。じゃあ基本 P 神は従ってないってことですか？従ってないと思いますね。ああ、なるほど。K 塾とか S 大は従ってんですか？これは、おそらく P 神 P 大よりは、えぐくはないにせよ、似たようなことはやってると思います。はい、なるほど。まあ、東大ね、ぶっちゃけね、それぞれの予備校を足したら数合わないんで。全然合わないですよね。超えちゃうんで、合格者。だから、まあ、何かしらそこは行われてるっていうのは、まあ間違いないですし、やっぱりそれぞれのね、全国にある塾足したらとんでもない数になりますからね。いや、なります。倍とかいるだろうみたいなね、合格者。そんなん絶対ありえないわけで、ね。だから合格実績でわーって動く人も結構いるんですけど、ちょっと気をつけてください、その辺は。数字のマジックいっぱいあります。3つ目、はい、模試だけ受けた生徒をカウントする。はい、ありますね。模試ってもう個人情報の塊ですから。そうですね。自宅もちろんお名前、電話番号等々分かりますので、模試受けたどこどこの塾です、なんちゃら予備校ですと、みたいなね感じで、どこ買った、って聞いて東大受かりました、おめでとうみたいな、ありがとうねって、これからも頑張ってね、ガチャ東大1みたいな、ね、そういうのもありますよね。そうですね、僕はまあ、ヨゼミに所属してましたけど、他からもやっぱ来てましたからね。やっぱそうですよね。はい、受かりましたかみたいなの来て、なんか全然違うとこを伝えました、その行ってない予備校には。なんか全然違うところを受かりましたみたいなこと言って、それ計上されてんのかなって。まあでもされてるんでしょうね、まあ、ある一定ラインの大学を超えてくると間違いなくカウントしてる。それってね、嘘ついてる可能性だって、そう余裕であるわけですよ。僕は見たことあるんで、それぞれ電話かけて、何々大学何々学部はどうでしたか、おめでとうございますって、お前ロボットかって、何々学部、あ、そうだったんですねとかって、そんな、いやもうそんなんばっかりですよ。基本的に電話で追うっていう姿勢が普通かなって思いますね。で、関わりがあれば別に生徒側も嫌な顔しませんから、夏期講習やってましたってなった場合、いや夏期講習の時にこうやって教えてもらったのがすごい役立ちだったんで、ありがとうございますって、むしろ感謝をされて、はいはいはい、知らない間にカウントされてるみたいな。だから大きな予備校であればあるほどそれができるっていうことですね。そういうことですね。続いてあるんですか、また。ですね、これちょっと4つ目なんで、はい、少し視点変えるんですけど、はい、合格数で勝てない塾っていっぱいあるんですよ。はいはいはい。で、そういう塾が次どういう手段を取ってくるかっていうと、はい、合格率で勝負しようとしてくるんですね。例えばなんですけど、灘中学校があるとします。灘、はい、うん、中に行くためには、クラスが、例えばですよ、5クラスぐらいあって、上のクラスに入ってないとなかなか受からないみたいな。でも A っていうクラスから E っていうクラスまでみんな灘中受けるんですよ、うんうんうん、で当然 E、D、C から出ないんですよ、はい、B からたまに出て A は基本出るみたいな感じになりますよね。でも人数じゃ少ないと、はい、例えば浜学園とか、うん、馬淵教室とかサピックスとか日農家に勝ち目がないって場合はどうするかっていうと、うん、A の子たちだけ別の校舎に移すんです。例えば灘中大特訓コースみたいな、はいはいはい、そこに移すんですね、うんうん、でそこで受講してる子が20人いたら18人受かりました。なるほど。そうすると合格率 90% 出てますよ、ね、はいはいはい。なので当塾は灘中の合格率 90% ですって感じです。なるほど。でも下の方に灘中大特訓コースを受けた者 のみとかです。なるほど。B から D 含んだんじゃないですよ、うんうん、だから B から D も含めたら多分じゃなんか 10% とか 20% とかにしかなんないんですけど、その A の子たちだけ集めてコース作って、そのコースのパーセンテージだけ出すみたいな。考えられてますね。そうなんですよ。でこの出し方に関しては学習塾協会とかは特に声明は出してないんです。なるほど。文が出してないんです、うんうん、だからひっちゃかめっちゃかやってるんですよ塾って。なるほど。
ほど。ちょっとね、神奈川県でもね、そうですね、ありましたけどね。ありましたね。臨海が独自のやつで水卵、まあ神奈川の本当すごいいい効率、うんうん、ナンバーワンですね、なんですけど、そうボンとやって、いや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 っていうね。そうでもありました。あとよくあるのは、うまくこの棒グラフが伸びてるように見せるためにいろいろ数字をいじくるっていうのはありますよね。あ、ありますね。数字っていうか、その年度を上げないみたいな感じですね。去年が100人で、今年90人になっちゃった、パターンとかってあると思うんですけど、ホスト10名マイナスになっちゃうから、あんまり見栄えが良くないんで、去年の100人を抜いて、一昨年の合格の数、75名から90になりましたみたいな風に上げちゃうみたいな、そういうのもありますし、あと面白かったのは、総計でこうやってやって、うまくいかん、上がらない。次の年は総計上理になってたりとか、ね、上司理科大を入れて変えるとか。あります。僕実際某塾で働いてた時にすごいいじってました。どうやったらこれこうなるかな、これ入れる場合、これを抜く場合って言って、エクセルで何個も何個もグラフ作ってってやったの実際見てたことがあるのでこうやって作られるんだと思って。そうそうそう、いや、あります、あります。じゃあ多分どこにも漏れてない衝撃の事実を1個だけ、多分これ平野さんの耳にも届いてないと思うんですけど、うん、合格祝賀会で合格になる人っていますね。それちょっと知らない、知らない、知らない、わかりません。そんなことあるんですか。はい、合格祝賀会に友達を連れてこいって。なるほど。それね、そうやったら、お、君も受かったの、君、あ、受かってない、まあ受かってないけど、まあいいよ、来ちゃいなよって言って、で合格した人もなってたり、合格してない人も人数にカウントされているというのが生徒側からテレコミが出ています。ちょっとそれは知らなかったですね。これが、まあ、もし表に出ることになったら大丈夫なんですか。生徒側から出ています。はい、どこですか。もうそれ絶対使えないけどね。はい、なるほど、わかりました。すごいですね。はい、ということで、ぜひ高評価高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回は平野さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。